お願いします愛知県岡崎市立葵中学校の立石あみと申します。本校では学び合い、磨き合いを軸にした思考力、判断力、表現力の育成 ICT の幅広い活用法と生徒が自ら求めて ICT を活用する場の追求をテーマとし2年間 ICT を活用した事業実践の開発に取り組んでまいりました。よろししくお願いします まずはじめに、本校の概要を説明いたします。学校は学級数が二十四、全校生徒が七百十五名。教員の数は五十五名の岡崎市の中では、中規模の学校です。I. C. T. 教育には以前から積極的に取り組んでおり。この特別指定校と認定される前には、すでに写真にあるような機器が全学級に配置されていました。 教室の前面にある棚にこれらのすべての ICT が常設されていていつでも使用することが可能ですそのような環境を用いて平成24年度は自ら学びを求める生徒の育成をテーマに生徒の主体的な学習の構築を目指してきました 成果として学期末授業アンケートでは学習の中で進んで発言をするの質問に対して「よくする」「どちらかといえばする」に丸をつけた生徒は全体の85%まで達しました ICT の活用は教師が資料を提示したり生徒のノートを拡大して提示して発表するなど基本的な ICT の活用方法だけでしたが目標を達成することはできました一方 ICT は 急激に性能が良くなってきました初画カメラに録画機能がついたりデジタル教科書も使いやすくなってきていますソフトの面でも情報共有ができるものが使いやすく変わりました操作性についても教師だけではなく生徒も簡単に操作できるものに変わってきました そこで平成25年度からはこれら ICT を教師だけでなく生徒が積極的に学習の中で取り扱い自分の考えを表現したり共有させることで新しい学び合い磨き合いの場を作ることを目指すことを狙いとしましたまたこの共同的な学習を通して生徒の思考力判断力表現力の育成を目指し研究テーマを設定し研究を進めることにしました 目指す生徒の資質の育成と ICT を用いた学び合い磨き合いのある授業を育成していくためにまず1年目は学び合い磨き合いのある授業の基盤づくりを目指して研究を進めてまいりましたまず我々教師の ICT 活用能力を向上していくため ICT の講習会を年に6回 ICT のハードの使い方だけでなくソフトの使い方についても各業者の方から直接紹介をしていただきながらその活用方法を学びましたまた生徒の活用向上については使えば使うだけ急速に向上していくことが分かりましたしかし生徒に必要な時に自由に活用させるにはけじめをつけて学習に取り組む基本的な態度を育成しなければいけません 生徒が ICT を用いる場面でけじめを持って活用できるように学習の決まり「青い中10の心得」を徹底して呼びかけましたこのことにより生徒に任せて学習の中で自由に活用させることができる学習の基盤ができましたそれによって教師生徒の ICT 活用能力が研修を通して格段に向上しました 次に ICT の講習で学んだことを使って教師全員が研究授業を1人1回行いましたまず使ってみるをキーワードとしてとにかくこれまで開発してきた授業を ICT を用いて少しだけ変えてみるというスタンスで進めました新任から教頭まですべての教師が一丸となって授業開発を進めましたまた各教科にそれぞれの特性がありますそこで普通の授業において 教科ごとに ICT の良さや特性を生かす場面をまとめた教科の心得を作成しましたそして積極的に ICT を活用していくよう心がけました例えば40代の国語の教師は著者の授業でこれまで黒板に板をかけて立った状態で素手遣いの様子を見せることに不便と効率の悪さを感じていました そこのように特別指定校に任命されてからこれまでの授業を ICT を加えて少し変え楽しく学習ができるようになりましたこの表は平成25年度の研究授業の実態を表すものです毎月研究授業を進めましたそして何より一番の成果は ICT を自由に使う環境づくりが出来上がったことでしたまず新しい ICT の導入によりこれまでにできなかった授業が展開できるようになり楽しく学習を進めていくことができるようになりましたしかしタブレットタブレット PC の導入だけは苦労をしましたたった8台のタブレットがネットに繋がらないどこにどのように保存すべきかなどわからないことばかりでした しかしこの環境が整ってからはタブレット PC が自由に使えるようになりまた新しい授業づくりが展開できるようになりましたこのような成果が達成できたのは教師全員が一つになって研究を進めたことであると考えます研究組織を図のように設定しこの研究3部会に教師全員が入って研究を進めました 1>, 1年目の教師と生徒の資質の面での成果は次の2点です。まず1つ目は教師と生徒の ICT 活用能力の向上です。教師も生徒も前向きな感想を挙げています。次に生徒の思考力判断力表現力の向上です。ICT を用いて学び合い磨き合いのある共同的な学習ができるようになりました。 またそれによって生徒の学習意欲が喚起されましたこれらによって学習の中で次の3つの姿が見られるようになりましたしかしここで課題がありますある生徒の感想に次のようなものがありましたこの感想を含めてまだ最善の授業でないという自覚を持つようになりましたうまくいかなかった授業を振り返ってみることからただ ICT を用いれば良いわけではない ただ使えば生徒の資質が伸びるわけではない ICT の良さや特性を理解して学習の中に効果的に取り入れなければならないこれを最終年度の課題として研究に取り組みましたそこで2年目で目指したのは次の3点です1つ目は ICT の特性や良さをもっと知り学習の中に取り入れていくということです。 それ,ができそれによりさらに深い学び合いの授業ができると考えましたそこでこれまでの講習会の進め方を変えましたアドバイザーからその活用方法を教えてもらい研究授業を進めました協議会によって ICT が効果的であったかどうかを検証していきましたこれにより そのソフトやハードをさらに効果的に取り入れた授業を展開できるようになりました次に授業実践例の整理です岡崎市から ICT 活用におけるパイ,レパイロット校にも指定されましたそこで全教科全領域で ICT を活用することを目指しましたこれに向けて全員が一人一事例は提案できるように研究を進めました 最後にタブレットカレンダーの作成です岡崎市では各中学校にタブレット PC を40台導入しました限られた台数で効率よくタブレット PC を使うことができるように計画表を作成しました ICT を使うことが得意な人だけでなく誰でも必要な時に使える環境を提示できるようにしました 2年間を通した研究の成果を述べます一つは ICT を生徒が用いて学習を進めることで生徒の学習意欲は向上し自ら考え判断し表現しようとする態度が育ったことです次に ICT 活用のための岡崎市のパイロット校として実践事例などを提案することができました実践事例は書籍としてもまとめました そして本年度も引き続き岡崎市より ICT 活用パイロット校に指定され特にタブレット PC を活用した授業を開発することになりましたいただいた2年間は終わりましたが引き続き ICT の活用方法を探ってまいります現在は2つの大きな課題を持って進めています1つ目は教師の転出に入の件です 今年度20名を超える先生を新しく迎えることになりましたこれにより著しい ICT 活用能力の低下が見,れ見られますこれまでと同じように ICT の講習会を続けていく予定です二つ目は Windows のバージョンアップによる問題です、えー、実は Windows が8から8.1に変更されただけで、えー、アプリが使用できない等の問題が起こりました 今回も場合によってはバージョンを上げないことも視野に入れて、えー、今後の実践を続けてまいります最後になりましたがこの2年間忙しい毎日でした同時にとても充実した2年間でしたこれも何度もご指導いただいた和歌山大学の豊田先生パナソニック財団の野井先生様の温かいご支援のおかげです感謝しきれるものではありませんがこれからも ICT を用いて 楽しい授業を構築し生徒の生きる力を伸ばし奇跡の学校と言われ続けるよう努めることを誓いましてお礼とさせていただきますこれで青井中学校の発表終わりますありがとうございました